C-27J に搭載される AE-2100、D2A ロールスロイス AE-2100 は、アリソンエンジンによって開発された、ターボプロップエンジンである。派生系として、T406 ターボシャフトエンジンがあり、同様の高圧コアを使用するエンジンとして、ロールスロイス AE-3007 がある。エンジンは二軸式で二重系統のファデックによって、エンジンと、プロペラが制御される。 民間旅客機用の AE2100A と防衛用の AE2100D3 の二つの番がある。主たる防衛用の AE2100D3 はオイルラックがあり、全長が長い。AE2100J は寸法上は D3 相当である一方、旅客機並みの補機を装備する。50隻のサーブ2000旅客機とロッキード C-130J 輸送機では、 エンジンは4591軸馬力を発生可能で6枚羽根のダウティロートル製のプロペラを使用する。AE2100 シリーズは大きなセールスを記録した先行する T56 エンジンからの感想を考慮しレトルフィットとなっている。すなわち旅客機用 T56 から14には AE2100A が貨物機用 T56 から15には AE2100D3 が対応し、それぞれマウント穴などの形状インターフェースが T56 に合わせた設計となっている。新しいエンジンであるにもかかわらず出力が控えめなのは機体側の強度の制約からファデックで抑えているためである。デトロフィットがもたらす効果は乾燥が容易というだけにとどまらず、整備用のドーリーや輸送コンテナといった大物機材。 さらには運転試験設備が流用、共用可能である。AE2100J は、水蒸気への搭載にも対応しており、救難飛行艇 US-2 に搭載している。一般的特性構成要素性能。ありがとうございます。